おはようございます。今日も暑いね、頑張っていこうね、てってってれ。みんな、仕事お疲れ。4連休だよ、4連休。ねえ、どこも行けないけどさ。家の中でラーメン食って、ラーメン食いたーと思ってラーメン食いたーもういいよ、見るだけでいいよ。見るだけでいいんだ。いや、ニンニク、いやー、いいね。もっと野菜いけたって、絶対、マジでいけたんだよ。まあ、初めは一番最初ビビるよね。俺も一番最初、マシマシとかできなくて、マシのちょっと大盛りで、マシとマシマシの間でとか言ったけど、マシマシ、でも俺いつもマシとマシマシの間でっていう、なんか、変なあれにしてる。でも、ジロー行くときは、めちゃめちゃ美味しいです。普通にマシマシでっていうか。はい、すいません。いやー、なんだ、いけんじゃん、いけんじゃん、余裕じゃん。はい、これもちょっとね、スープはちょっと持ってます。もうさ、ずっと在宅だからさ、4連休だ、やったーっていうのもさ、誰にも共有できねえよな。同期っつったってよ、いつ時間の終わるか分からんしよ。激そうになるよな、こんな家の中にさ、しかも都内なんて、数畳だよ。一桁畳のさ、空間にさ、ずっと閉じこもってんだぜ。激そうになるよな、一人で。激そうになるって、ハゲそうになるってよく言うけどさ、ハゲそうになるってどんな感じなんだろうな。俺も今使ってたけどさ、よく使うじゃん、ハゲそうになるって。でもハゲそうになるって、ハゲってのはさ、すごいこうゆっくりと進行するものじゃんか。そうそう、だからなんかハゲそうになる、あ、一気にハゲそうになるってこと、ざわざわするっていうか、ゾワゾワするっていうか、もうそれはもう耐え難い。確かにそれはハゲそうになるだね。ハゲそうになるか、怖いわ。でもなんかね、ちょっとこの前分け目を変えたらさ、あれだったんだよね。なんかもう、あれなん、え、こんなになんか、あれなんか、あれあれ、こんなに言ってましたっけっていうぐらいに、なんかこうピカチュウみたいな感じで入り始めて。でもうちね、もう4人ともおじいちゃんおばあちゃんみんなふさふさだからね、俺はハゲねえはずなんだけどな。あ、なんかな。しかもまあねえ、どこに行くなっていう話でもあるしさ、まあ俺はへそやってんのもあるからさ、あんまどこにも行けねえんだけどさ、なあ、なんだかな。っていうことで、じゃあ毎日投稿やっていきますか。いやー、毎日投稿とかマジ YouTuber みたいだよな。毎日投稿ってむずくね。毎日一本計算投稿とかだったら、なんだかな、毎日投稿か。毎日投稿ね。いや、もう事前にやってね。でもそれやだな、なんか毎日投稿って超怖いんだけど。うん、無理だ。はい。だから、頻繁に更新しよう。それでいい。一番もうやる気ないやつでいいから。うん、一番やる気ないやつでいい。もう。頻繁に更新する。毎週こう、頻繁に更新する。頻繁に更新するでいいでしょ。夏休みだからね。やっぱ、よく言うよね、YouTube。夏を制するものは制すみたいによく言うからさ。まあ、そこは制し、ね、積極的に制していこうと思いますよ。へえ、よいしょ。 YouTube 上げんのってマジで地味だよな、マジで地味だよな、マジで地味だよな。でもさ、ヒカキンさんがさ10周年行ったって、もうなんかその10年の月日のよりも全然それ以上に何千本も多く動画を上げていて、普通にやべえなと思って。しかもなんか全く同じこと言ってんだよね。自分の孫もそれを見れたら、自分の孫もそれを見れたらいいよねみたいな。
あ、全く同じこと言ってるよね。全く同じこと言ってたね。そう、だから、もうパイオニアいたわけですわ。はい。っていうことなんで、はい。もう王道の王道でした、実は。この、今生きるホモサピエンスっていうのは、もう王道中の王道でいきます。戦略としては。戦略っていうこともね、あれなんですけど、まあ、どうせやるんだったら、なんかまあ、面白いじゃないです。せっかくね、やるんだったら、まあ、戦略とかマーケティングとか、だーだこうだって。いやー、でもまあ、その中でもね、自分がいいんじゃないかっていうやつしかやりませんけど、はい。いや、地味ね、今2本あげたの。今2本あげたんだけど、まあ、俺しか見てないんだよね。まあ、俺しか見ないの。まあまあ、いいんですよ。はいはいはい、と。はい、やっていきましょう。はい、やっていきましょう。はーい。はい、やっていきましょう。ビヨセボン行ってきた。勇気、米ゲットした。味の濃いおかずに合いますって。これはね、なんだっけ。国産有機野菜焼きサバサンド、国産サバ使用。パン、有機小麦粉、有機全粒粉使用。はい。だからあんまりカタカナのやばいやつとかはあんま入ってない。タンパク質10、脂質18、炭水化物32。で、この脂質はいい脂質だからね。うん。食していこうと思う。30% バレた。うん。でーん。有機栽培。オーガニックジャス。このね、印象ね。有機栽培、白米、ゆめぴりか、北海道ゆめぴりか2年産。カムイミンタの会生産者代表石坂、ねえ、ごめんなさい。ごめんなさい。石坂さん、めちゃめちゃすごいな。あんなでかいの。これカットね。イエーメン。食っていくぜ。あ、あとさ、ね、いいパンってさ、口の中ずっといるよね。うん、いいんだけどね。うん。噛み応えあってね、よく噛めるからいいんだよ。うん。うん。何でもかけない。Final season, yay! 2週目。